皆さんこんこにちは人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのまだほです今皆さんがコロナパンデミックで金銭的なピンチに直面していると思います。急に収入が減ったりまたは収入がストップした方そして皆さんの勤め先が閉店したり倒産の危機にあっているそういったことがあると思います。でも私が 今皆さんに自信を持って言えることはピンチはチャンスこうやって人生には必ず想定外の出来事まさかの出来事があるんですねそれが災害だったり天災だったりまたはこのような病原菌が世界中に拡散されて感染者が増えるその結果経済的な活動が止まるっていうことがありますでここで皆さんがラッキーなのは私の場合は 私の不可抗力実家の父親が病気で倒れて介護離職介護貧乏になってあの時は25歳の私だけが貧乏になったんですね。このコーラも買えとい,い,っっいうことは過去の本で書いていますところが今の皆さんがなぜラッキーかというとこれは世界中の皆さんが皆さんと同じように 経済的なピンチに直面しているわけですですから皆さんは一人だけじゃないんですねこれをまず気がついてください、まあ、赤信号みんなで渡れば怖くないっていう感じで本当に今世界経済赤信号なんですがヨーロッパもアメリカもアジアや日本も世界中が今赤信号ですからある意味みんなが赤信号だったらこれはこれで怖くないんですけれども。 まあでもね私は今こうやって皆さんにほぼ毎日フェイスブックライブで伝えたいことはここにもありますがピンンチチはチャンスなんですこうやって皆さんが今困っているで多分私の願わくば多くの皆さんが25歳の私が気が付いたことに今気が付いてほしいんです。すなわち25歳の私はエリートで 高収入の私がななぜ貧乏になったんだろうもちろんその不可抗力親の病気で貧乏になったんですけどなぜって考えたんですね。で答えを見つけたんですよそれはどんなに高収入でどんなにお医者様とか弁護士とか政治家で裏金いっぱいもらって大金持ちと思っても大手銀行の銀行マンですごい収入があったとしても結局ね 一本だけの収入だと危ないっていうことですね。そして、それの一本っていうのも、労働収入だったからです。政治家も弁護士でも、神の手と言われる外科医でも、あれ労働収入なんですよ。なぜかというと、病気で倒れたり、まあ、その病院がコロナの患者で、一般になって手術ができない。ってなると、働けないと収入が止まる。これ、すべて労働収入なんです。ですから、それを気がついた二十五歳の私は。 私は3つ仕事掛け持ち夫も3つ仕事掛け持ちなぜかっていうと私たちは不動産投資で財を成しましたが不動産っていうのは大きなまとまったお金がいるんですね土地を買ったりだからその種金作りに3つずつ合計6つの仕事を掛け持ちして複数の収入を持つようになった。 本業があって副業があって兼業があって投資があって不労収入例えばそれが家賃収入とか株の配当とかそういうものを複数持つことによって今回のコロナウイルスはまだ大丈夫かなみたいな感じなんですね。ですからこの4月に小学館さんから出していただいたポートフォリオワーカー複数の収入を持つこの私のこれまでのやり方具体的にあなたの適職 見つけ方、あなたがどういうやり方で複数の収入を持てるか、お金の考え方、そういったことをここに書いてありますから、ぜひ読んでほしいんですね。で、今日は多分三回目か四回目、あ、四回目なんですけれども、皆さんに日本人が 一番苦手な英語の上達方法についいててお話をしています最初はこれ日本の皆さんが英語があんだけ中学校から大学まで勉強してもまあ、ゃれない使えない英語でそのお話をしようと思ったんですが気が付いたら英語の上達とお金持ちになることとある共通のことがあるということでずっとシリーズでお話ししていて今日はこれの4回目なんですね。 お金持ちになる方と英語が上達する方まあ,あの私がそうなんですが私あの国際結婚していて夫の名字でマダム・ホーってなってますけれども私は4代続いたチャキチャキの何わっこなんですよ。もう純粋培養純粋な日本人なんですけれども大阪出身でだから神戸のインターナショナルスクールからあこれはなぜかっていうと。 昭和の時代、まだ日本語でリハビリっていう日本語がなかった時代、ER とか ICU という日本語がなかった時代に、私は世界一の医学、アメリカでリハビリ医学を学んで日本に持ってこようというすごい志を持った子供だったんですね。なぜかというと、私自身が足に障害を持って生まれて、最初の一年間、大阪の厚生年金病院の小児病棟でずっと一年間、 入院してたんですよだから最初のお誕生日まで親元を離れて小児病棟にずっといたんですねそれで今は健康五体満足障害なんかも治りましたので親からね「お前は大きくなったら必ず社会に恩返ししろお前がこうやって五体満足で歩けるようになったのはもう病院の皆さん看護婦さんの皆さん お医者様それから近所のおばちゃんたちみんなのおかげだっていうことですごくそういう使命感を持って育てられたんですねそれでやっぱり社会貢献っていうことは日本は当時今の中国国まだだ新興国だったんですよそれなのでその普通の,、まああのプライマリーケアとか言うんですけどそういう普通のケアはできるんだけどあとまあ高度医療もできたんだけど。 リリハビリがまだ当時の日本なかったんですだって皆さんもリハビリなんて言葉あの皆さんのお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんリハビリっていう言葉当時昭和の時代なかったわけですからそれを私は勉強しに行くために大阪なんですけど最初神戸のインターナショナルスクールに行ってそこから16歳で高校の時から。 たたまたまロサンゼルスのホストファミリーを探してし親戚とかいませんからでそこに行ってそのままロサンゼルスの,あのちょうどリハビリでいい学校があったのでそこ大学院まで行ってそれからあと UCLA の公衆衛生学教室も大学院まで行ってちょうど今の感染管理とかねああいう公衆衛生学あと医療行政とかそういうことも学んだわけなんですが。 ね、だからそうやって一応エリートなんですよそれであの高収入だったんですが25歳で実家の父が病気で倒れてこれは私の不可抗力ですよねそれであれよあれよという間に介護貧乏になっちゃったんですけれどもですから私の経験から皆さんに言えるのは今皆さんがコロナ禍で金銭的に不安を感じているそういう方は大丈夫です私と同じなんです。私はは歳まで自分は 医学の分野で身を立てる日本に帰って教えるリハビリを教えるまたアメリカでも大学教授母校の教授になるんだって思い込んでたんですよもう自,分でそれ自分のそれが未来だと思ってたら25歳でおかげさまで介護貧乏になってあらなぜ私貧乏なんだろうと思ったら収入には労働収入と不労収入があってお金持ちがお金持ちなのは不労収入すなわち 病気でも親の介護をしててもコロナが流行ってても収入が彼らは入ってくるんですねでそれは不動産とかの賃貸収入であったり 株をいっぱい持っている方は配当金であったりまあ当時はあの世界中が高金利政策でしたから一年ものの定期でも8%とかもらえたんですよそうすると1億円預けてるとあの金利だけで8%年間800万円があった当時の800万円というと私たち MBA とか大学院を出た人間でも初任給はそんな800万円じゃなかったんですねそういう時代が あったわけですよだからその時25歳で私は複数の収入源のことを学んだので夫と私とでまあ、不動産うちは不動産で身を立てたんですけれどもまあ、そういうことで皆さんには心配ししないでほしい逆に今がチャンス今このコロナで困っている方はあなたがどのように変われるかねダーウィンも言いました環境の変化に対応できる生き物がサバイバルするんだよということを言ったんですけれどもそれで。 私っていうのはこの「お金」という切り口で皆さんに人生論、まあ、自己啓発をするためにずっと本をもう十何年前から書かせていただいてるんですが、まあ、この度また十年ぶりにこの小学館さんからお声かけていただいてこの本ちょうどこれが本当にグッドタイミングで今の皆さんああもう先がどうしよう。 収入1本ででどうううしようといい方はぜひこれを読んでくださいアメリカの統計ではアメリカの富裕層すなわちまあ年収1,000万円以上の富裕層が約アメリカの人口の10%そして世帯収入、まあ、共働きであの世帯収入が大体いい2,500万円以上今あのざっくり1ドル100円換算でお話ししていますが。 世帯収入が2500万円以上というのはアメリカでも人口5%なんですねですからこの人口10% 5%の人々は 平均すると、五つの収入源を持っていると言われています。そのことについて書いています。ですから、夫婦共働き、これ本業ですよね。それから、なんか副業をみんなやってるんですよ。アメリカ人っていうのは。あのアメリカは法律でも、その企業が従業員の副業を禁止するっていうことはできないわけです。もう、私が、あの、新卒大学を卒業した時から、そういう法律があったので。もう、本当にアメリカ人はみんな、どんなに、なんか、あの、お金持ちでも、なんか、その弁護士でも、医者でも、ちゃんと。 と本業があって、みんな副業、あと投資、不動産投資とか、アパート経営とか、みんなやってるんですよね。だから二つ。それから、とやっぱりその株やってたり、いろんなことをやってるわけなんですけども、はい。それで、その今まで英語が上達する方っていうのは、実は英語が使いこなせる人っていうのは。お金も使いこなせるっていうことに、私は気がついて、今日四日目なんです。で、今日の四日目は、ちょっと、あの、今、日本ではね。 繊細な人っていう言葉が流行ってるみたいなんですね。で、それも昨日のあのライブでもお話ししました。で、このライブはあのちゃんと YouTube にもあの。 アップロードしてありますので一応 YouTube「マダム・ホー」とかなんかで調べてくださるともう400ぐらいやってあ,のあります私の動画がっていうのも2年前に毎日やるぞっていうチャレンジやったのでその2年前のが365本あるわけでそれからこうやってやってますからかなりの量があるんですけどそれを見ていただいてお役に立ったと思ったらチャンネル登録していただくと嬉しいです。 でその昨日までの3回のこの英語力を身につけるためには神メンタルが必要だっていう話になったんですねやっぱり英語力もお金も使いこなせるのには神メンタルある考え方を変えるものの見方を変えるその一般庶民と 富裕層、まあ、その年収1,000万円以上の人の何が違うかというと物の考え方お金に対する考え方英語に対する考え方が違うからお金も使いこなせるし英語も使いこなせるっていうそれが昨日まで3回のまとめですね。 だけど日本人は繊細な方がいるんですよでこれ実は皆さんも意外と思われるんですが私も実は繊細だったんですよこの25歳で介護貧乏になるまではまあ,あの口下手もう信じられないですよね今をこうやってペラペラしゃべってますけど口下手打ち気。 また嘘マダムはとおっしゃるけど内気だったんですよ。あまり人前で喋るの好きじゃなくて、あ小池さんこんにちはよろしくお願いいたします。それから三番目が口下手うちそれと繊細だったんですよ。すぐにねき傷ついてたり心が折れてたんですね。だからアメリカ留学大学の時にまああの中国系のアメリカ人あの親かおおじいちゃんおばあちゃんかは香港から移民あカントから移民して それであのこっちで生まれ育った、まあ、3世ぐらいの女の子が同じ。 大学時代のクラスにいてで彼女は私が日本からの留学生だってことを知ってるそれで当時の日本っていうのは、まあ、今の中国みたいにこの飛,ぶえ飛ぶ鳥を落とす勢いでもうジャパンアズナンバーワンとか言われてたもてはやされた時代ですよねあの三菱地所がロックフェラーセンターを買ってわわとかとかああいう時代ですよ。だからやっぱりああいうあの他のアジアジ系、まあ、特に 貧しい広東省から移民してきたそういう人たちにとったら日本から来たポッと来た私のような日本人の女の子はすごくやっぱりやっかむわけですよそれで私は日本語が英語があんまりしゃべれないってことを彼女は知ってるから他のアメリカ人の生徒たちに日本人ですから読み書きはできるんです聞くこともできた。 だけど言言いい返返せせなななかかっったたんですよ。なぜ言い返せなかった繊細だったからまあ繊細だったプラス、うん、19歳ぐらいですからねやっぱり今のようにこの困難を乗り越えてこう面の皮も厚くなかったわけですよやっぱりまだもうお嬢様育ちのなんか19歳で本当に社会もわからなくって何て言うのもう親が大事に大事に育てられたそんな感じですからそんなにね 本当にか他の身も知らない外国人の方に日本を侮辱されたりとか日本人の悪口を目の前で言われてそのアメリカ人にそういう不意調されてることの,あの場に立ち会うっていうことさえなんか想定外だったそれぐらいのお嬢様育ちで繊細だったわけですよ私は、はい。その繊細な私がどううやって乗り越えたかっていうこといこを今日お話ししますですから皆さんも繊細ですぐ心が折れる方。 あのまあ、昨日までの動画を見ていただくとどうやって神メンタルを持って英語を使いこなすか本当に英語を使いこなすこともお金を使いこなすこともこの対人間関係も同じなんですねこの神メンタルなんですが今日は特に繊細なあなたへのメッセージとしてどうやって繊細な私が変わったかだからあなたも変われるっていうお話しますね。はい、繊細なあなあたが 神メンタルを持つための方法は3つありますが、一番これが一番大事なんです。思いっきり、思いっきり挫折を味わってください。できますか思いっきり人生のどん底に行ってください。私がそうだったんですよ。まずあの時に、 さっきも言いましたけど本当に大阪のお嬢様育ちで来たんですよねだってあの時代にインターナショナルスクールに入れてくれてなおかつアメリカ留学全部お金を送ってくれるちょうどアメリカ留学っていうと普通のサラリーマンの月給ぐらいのお金を子供にかけなきゃいけないわけですよねですから本当にそんな感じで家にはお手伝いさんもいて育ってますからなんか 悪口言われたこともないしまして日本人に対してとか日本の文化に対して日本の歴史に対して侮辱されるその侮辱されたっていうことさえ経験なかったのでなんかこうまずはショックですよね「えこんなこと言う人がこの世にはいるの?」みたいなんか世の中皆さんいい方だばかりでしょうとかっていう中で育ってるからこんな,なんか妬むやっかむ悪口を言う人っていうのは 生ままれれてそれまで見たことなかったんですよで、それが同じクラスの中でその子がアメリカ人の白人の学生に対して日本人ってねこうでこうで日本はこうでって大きな声で演説してるわけですよねもうあの時はこのカルチャーショックっていうかその人間に対してあこんな人間がいるんだだからそれぐらい私って繊細さんんだったんですよもう筋金入りの繊細だったわけですよね。 ですからあの時私は言い返せなかったその場でいやそれは違うあなたは間違ってるとかって言い返せなかったっていうかもっと論理的に感情的じゃなくて論理的にちゃんとこう筋道立ててというかディベートができなかったんですねで英語もそこまで喋るまあやっぱり英語力もなかったその紙メンタル持ってませんでしたからだから挫折を思いっきり体験してもう悔しい。 そそれこそまあ泣き寝入りですよね日本人を侮辱された日本を侮辱されただけど言い返せなかったこの自分が悔しいなぜか私は繊細で口下手で口内向的だったんですだから今と正反対の性格の私が19歳二十歳だったわけですよね。だから皆さんも神メンタルを持つ繊細さんから殻を破るためには思いっきり挫折を経験しないとダメなんです。もうどん底に落ちないと ババウンスバック V 字回復って人生しないわけですだからあの何度も言いますが今このコロナ禍で皆さんどうしようどうしようと思っている方は大丈夫です今これをあなたの人生のどん底にしてくださいそしたら今の状態よりも悪くはならないし今どん底をするから V 字回復ができるんです。これが 中途半端だったらね、この U 字回復とかこう L 字でで一生回復しないんですよ。だからここで思いっきり挫折を経験すれば V 字だからそれが一つそれとあと私の本業っていうのが実は A クラスの同時通訳なんですよだからここの本にこの年収1,000万円の人があの持っている英語力の勉強っていうことで書いたんですが、まあ、当時はねそのほら世界の経験 成功者、世界の成功者とか幸せなお金持ちとかこうちょっと曖昧に書いてたんですよ。でもやっぱそれだと皆さんのハートにポンといかないんですよね。だからあの先月ぐらいからこの成功者とか幸せなお金持ちって具体的にどういう数字っていうことで、まあ私あの年収一千万円うもうその大学院出てますし。 アメリリカののエリートだったので、まあ、年収1,000万円は普通の世界なんですけど私の友達もだいたいみんなそういう友達で夫婦共働きだともう年収2,000万3,000万円というのが私の友達なんですけどだからそういう世界のお話をしているので、まあ、もう一度あの皆さんが年収1,000万円以上を目指している。 とかあとその英語力を磨いて私のように年収1,000万円以上の同時通訳になりたい会議通訳になりたいとやっぱり目指すなら一流目指しましょうということでここにそれ書いてます英語の勉強法そのごく単に何かね普通の普通の人の英語のオンラインのセミナーとかじゃないんですね私のやり方。で私その英語同時通訳会議通訳でも思いっきり挫折を経験したんですよ。今日はその 笑い話ご説明します私はもともと英語っていうのは前回の動画で言ったようにお金も英語もコミュニケーションツール道具ですよってお話ししましたよねだから私の場合は英語が上手くなるのが目的じゃなくて英語を使う英語をあくまでもツール道具として昭和の時代リハビリ 医学がなかった日本にリハビリを持ってくるっていうのが私の目的。それが目的なんですよ。英語はあくまでもその目的を達成するための道具に過ぎなかったんですね。英語がうまくなる toeic で何ポイント取るっていうのが目的じゃなかったわけなんですよ。そうすると、英語は楽しく勉強してましたよね。あの、それも二本目の動画でご説明したように、耳から入る楽しく勉強しましょうねということを言いました。<laughs> だから、私にとったら、もう普通に楽しく自然。 に身についた英語だったんですね。それで最初やっぱりあの大学の教授からか。ああ、なんかアメリカの教会からそのどう融資を募って、日本の病院にあの見学行きましょう。っていうツアーがあったんですよ。で、これもちょっと種を返すと、その発起人のお母様があの旅行会社をやってるから、そのお嬢さん。 とお母さんがまあ企企画画をししててあれ企画した人っだから自分たち日本に行きたいね日本に行ってせっかく日本に行くならちょっとそれを病院訪問とかってやっとけばあの経費で落とせるからねそれで自分たちの旅行代はタダにするから融資を募って旅行を企画しますみたいなそういう裏があったというのこれももうあのお金でびんあの苦労して自分で。 お金を稼ぐようになってから後からこういうからくりが分かったんですけれども、まあ、それででね私が学生だったんですよまだその,その私の分野ではうちの大学がアメリカ一の ああ、このアメリカ一の学部にあっんか日本の女の子がいるらしいね私たち日本に行くからじゃあ彼女にボランティアで通訳させればいいっていうことで、まあ、今考えたらひどい話ですよねずっとアテンドさせられてでも私の飛行機代は私が払ってただで,でずっと通訳させられたんですけど、まあ、でもねあのお嬢様育ちでそんなお金儲けるとか。 その後の後25歳で自分が貧乏になってお金を儲けなきゃいけなくなることまだその時は知らなかったあのお金はまだなんか天から降ってくると思ってたお嬢様だったんですけど、はい、でそこで日本の病院に行きました。 で、その人たちは専門が小児科だったので、どこの病院か忘れたんですけど、日本の東京の小児科病棟に行って。このなんかね、小児赤ちゃんの、ちょっと障害を持った赤ちゃんに、どうやって。運動療法で、なんかこうやって、こうやって赤ちゃんの。あの、なんか脳性麻痺の子のこうやって、こうやってとかでやってたんですよ。はい、そこで、グレース、あなた、アメリカで勉強してるし。これ、あなたの得意分野だから、はい、ほい、あの、通訳しなさいとか言われたら。で、日本語を、その。 アメリカ人たちに言うんですよ。で、そしたらね、日本語がわからない。なぜかって言うと、顔側面とおっしゃったんですよ。その顔側面をこうやってこうするんです。私もなんか目が点になっちゃって、すいません、眼側面って何ですかみたいな。で、それは顔の側面？皆さんわかります？日本語は表意文字なんです。英語は表音文字なんです。日本語はほら。 漢字に書くと顔の側側面、眼側面。だから皆さんはねあの日本語って何でも読み書きから入るから漢字で眼側面顔の横の面皆さん分かってるわけで,でこう皆さん喋って顔側面ところが日本語の読み書きから入っていない私あの医学用語全部英語から入ってる私ですね。で英語は音音文字なんでですよ。音で意味が分かる。あの 英語の医学用語っていうのは、もともとラテン語とギリシャ語なんです。だから、ラテン語、私たちのような医療関係者は、英語のオリジナル。ラテン語と、あの医学用語、ラテン語、ギリシャ語っていう、そういうクラスも取らされるんですね。だから、私たちは英語で聞いたら、あ、これはこういうどこどこの炎症だっていう。もうわかるんですよ、言語で、で、それは音だから。だけど、日本語は漢字なので、表。 文字だから私みたいに表音文字の世界から来た人間に同じ日本人だからって言って側面っっって言われると目が点になちゃったんですよだからこれって思いっきりの雑誌ですねもう自分は絶対英語ができるもうインターから神戸のインターから英語やってるし高校からずっとアメリカ留学してでこのアメリカで一番の学部でこれ勉強してるし私なんかあの成績もずっと A だしとかと思ってたら「元側面は?」 とかこれも思いっきりの挫折ですよねだってもうみんなが聞いてるその本、まあ、ぶつけ本番で大失敗したみたいな観測面がわからないみたいなそれもありますあともう一個めちゃくちゃ大失敗これも挫折なんですけど日本の皆さん野球好きですよね。 だけど、私は野球に興味ないんですね。っていうかスポーツあんまり好きじゃないんですよ。あの、自分ではゴルフしたので、ゴルフとテニスはルールがわかるんですけど、アメリカンフットボールもルールがわからない。それで野球はまあ、ルールはわかるんだけど、野球用語がわからない。ここなんですね。まあまた日本人だから、あなた英語と日本語わかるだろうとか言ってこう。 これもボランティアですよね。引っ張り出されてきたらなんか当時ほら今ででもメジャーリーリグでこう野球の選手が来ますよね。そしたらねもともと野球に興味がないし野球のテレビ番組なんか見ないこのニュースで「はい、今日はあのパシフィックリーグでこれとこれが何点でした?」っていうあれぐらいしか聞いてないから実は皆さん,ごめんなさい「ごあんだ」って言葉が分かんないんですよ。 野球は日本語で聞いても英語で聞いても分かんないアンダが分かんないアアンンタタがアンダな,のかな分かんないんですよそれで球団も分からないし本当に興味がないから選手の名前がかかんんなかったんですよそしたらそ、まあ、その私の名前と電話番号をそういうメジャーリーガーに来た日本の方に、まあ、渡されて私も渡して何かアメリカ生活で困ったことがあったらお電話くださいねとかって言って。 あれ渡したんですよねきっとでそのなんか球団からも行ったと思うんですよ私の名前となんかがそうするとある時私の家に電話がかかってきたんですねはいもしもしまぁ、あ、あの英語でハローとかって言うとあもしもしグレーズさんですかとかって来たんですよではいそうですけれどもって言うとその 周りにそのそのなんか野球選手のの奥様からのお電話だったんですよ日常生活にお困りになって、ね、多分子供がいたんだから赤ちゃんが泣いていて日本の奥さんからの電話だったそれで彼女にとったらご主人が有名だから。 日本人は全員あのアメリカにいる日本人は全員自分の夫のことを知っていると彼女は思っているで彼女は私みたいに日本人だけど野球が分からなくてその野球の案だっていう言葉さえ分からない人間がいるってことはやっぱり信じられなかった、ね、お互い思い込みそれ,それでその女性が赤ちゃんが泣き声があって「あのエンジェルスの何々でエエンジェルエンジジェェルルの何々です」とおっしゃったんですよ。だかからら私がが赤ちゃんの泣き声があるからあ エンジェル幼稚園ですかとかってここでまた大挫折ですよね日本の皆さんなら国民的選手でなんかそのアメリカのエンジェルっていう球団に来た人の奥様からお電話が来たわけですねそね子供が泣いてなんかお,おさんのことで困ってるからお電話かかったけど「すいませんね何か私野球が全く興味ないしでその野球選手の名前も分かんない。まあ今はあの サッカーの本田選手ぐらいあ,あと一郎選手ぐらいの名前は分かるんですけどでもやっぱり奥様とか分からないからそうやってお電話来てもやっぱ分からなくてたまたま「エンジェルの」って言って赤ちゃんが寝てたら「あエンジェル幼稚園ですか?」なんて言っちゃったんですよね、まあ、こんな感じでもう大失敗大挫折ですよねになんかあなた日本人なんて信じられないこのなんかメジャーリーグに行ったこの日本人の野球選手の名前信じられないみたいな。 そういう私だったんですよなんかそんなことがあって本当に大挫折ですよねだから繊細なあなたが神メンタルを持つためにはどん底まで落ちてください今私繊細でふにゃ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 ,ふにゃ言ってるうちはまだあなたどん底じゃないですまだね贅沢なこと言ってるうちはダメなんですよもう私みたいにもう本当どん底で日本人侮辱されて 言い返せなかったあの悔しさそれはもう自分が繊細だああだ自分の心が折れたとは比較にならないぐらいのもう大打撃ですねそういうことを経験するとかその眼側面が分からなかったとか「エンジェルス」って聞いたら「エンジェルス幼稚園ですか?」とか「保育所ですか?」なんて言ってしまったとかこういう大失敗をする。それから2番目はあの 繊細な方が神メンタルを持つ2番目の方法はここに書いたんですけどこれは英語が上達するのと同じですね。I I want want あなたは何が欲しいか I want を 使いいいこなさないけないんですっていうかいつもあなたが物事を考えている時に「I want, I want」私は何を欲しいのか私は何が欲しくないのかを常に考えてください例えば私繊細で心が折れたああなんか周りの人の気になって人の目が気になってだからそれはね「I want」じゃないわけですよね。だだかからあなななたは何を I want なんだあなんか もう頼まれたら嫌と言えない私私繊細じゃなくってじゃああなたの「アイ・ウォント」は頼まれたら「あごめんなさい今こっちが手一杯でできないんです」とか「いつまでだったらいいですか?」とか聞けるようになりたいその「私」がアイ・ウォントだっていうことを考えるね。それとかあのなんかスタバで並んでたら急に前から人がパッと入ってきて。 本当は言い返した「すいませんここ並んでるんですけど」って言いたいんだけどなんかトイレとか並んでてパッと誰か来て「言えない私なんか見たら怖そうなおばちゃんだったから私言えない」とかねでその時のあなたは「言えないああ私怖いああ言えない」いないって言うんじゃなくてあなたの「I イウ n ンとは何なんだもしかしたらその「そああ言えないうじうじうじの私じゃなくって「あすいません今ここみんな並んでますんであっちです」「指であっち」 って言えるようになりたい私そうやって「I want」と私は何を望んでるのかっていうのを常に考える常に考えるそうやってするとそうやってすると英語も上達します英語もね「I want」「I want to eat」とか「食べたい」とか「腹減った」とか「あのもう今日は残業嫌」とか何か分かりませんけどこんなあの出会い系嫌いとかあの昨日も言いましたよね私もあの フェイスブックでこうコメントくるけど、なんかこんな人、まあこんな人っていうと別にこんな人、あのアイテムする必要ないじゃない。はいするブロック、友達削除、それでいいんですよ。あ、ノーサンキュー。だってこの人私の本も買ったことがないし、なんか友達申請したけど、なんなの、ななのこの人みたいに、まあせめて本一冊買ってくださった人はお客様なんだけど、本も買ってくれなくて、なんかわけのわかんないこと言ってる。はいする。 それででいいんですだから I want, I want want don't だからこういう人たちは私はいらないでもこうやっていつもあのボビーさんとかあの、ね、お話聞いてくださっていつもなんかいいでーしてくださったりあボビーさんありがとう,もうボビーさんいつもなんかマークを送ってくださってそっか優子ちゃんとかも送ってくれるとかやっぱそういう人たちは I want なんですよそういう人たちと私はつながりたいでもなんかまあ訳のわかんないことを言う人ははい「I don't want」とそれでいいわけですよ。そういういことをする3番目 繊細なあなたが神メンタルを持つ方法。はい、日本人としての誇りを持ちましょう。だから一番最初の私が思いっきり挫折して日本人侮辱されて言い返せなかった時、私はあボビーさんこちらこそいつもありがとうございます。私はね、その内気で繊細で口下手な私が。 なぜ這い上がったかっていうと結局日本人としての誇りがあるわけですよだからやっぱり日本人を侮辱されるだから私あの個人的には仲のいい韓国の人も中国大陸の人も個人的には友達いますけど政治として国として韓国大嫌い。 中国大陸大陸嫌いだって彼らは自分ら中央政府を守るためにすぐ日本何かやばいと日本をあのスケープゴートにして反日運動とかこう煽ってねあのでもなんか皆さんニットを払ってもらってやってる人たちなんですからねだからああいうことをするああいうこと大嫌いとにかく日本を侮辱する日本人を侮辱するそういうことはもう我慢ができないわけですよ。 だからこれが私の私が繊細で口下手で内気な私の殻を破ったこの3番目の方法が日本人としての誇りがあったわけです、まあ、そのあなたもし自分が繊細だと思い込んでるあなたがどこまで日本人に対する愛国心があるのかどうかは分かりませんがこれからの社会特に今のねコロナ禍で中国が起こしといたくせにこれをね日本になすりつけようとしてる中国。日本の 尖閣諸島とかにもなんか90日以上やってきてるわけでこれまた沖縄の知事さんだって中国寄りで自民党のああいう人たちも備中派がいて安倍さんとかのことを妨げようとするあと反対派政党とかいるわけですよねだからそういった人たちは私は日本人として我慢でできないんですよそれでもしあなたが繊細で困ってるでどうしても心の殻破れない。 一つ今日は方法ご説明しますね。さっきねうちあの家族であのコーヒー飲みながら休憩時間に父から聞いたんですけど老極やっぱり浪曲って言うとさすがの私もちょっと浪曲な庭節はちょっと苦手でわからないんですが父が話をしてくれました自分が繊細で日本に対する愛国心もまだ文化も日本人の誇りも持てないっていう方はね浪曲聞いてください。えっと、左陣ごろが 出てくる竹の水仙ってあるんですね。老曲竹の水仙。あれを皆さん、あの、ダウンロードして、心が折れた時に、あれ、スマホで聞いててください。何がいいかっていうと、ああいう老曲っていうのはやっぱり思うんですよ。この耳で聞いてたら、想像力膨らましますよね。あと、なんか、の清水の次郎町、次郎町の、あの、え、森の石松の中から酒食い。 あの東京だってね神田の生まれよ酒食いねえ寿司飲みねえ,あえ違う違う寿司食いねえ酒飲みねえですよねああいうシーンをこのスマホでダウンロードして心が折れたあ,あ今日もなんか頼まれてノーと言えない私私は繊細とかって思い込んでるあなたがいたらそれをちょっとラジあのスマホで。 イヤフォンで聞いててください。そうすると何がいいかというと、ああいう浪曲とか落語っていうのは結局まあ聞いてると心の中でそれをイメージするわけですよね。なんか熊さんハッちゃんとかあのうなぎやちょうどもうすぐね土曜の節来ますうなぎやでパタパタパタってやるとこの香りをこうやってしながらご飯を食べてるなんかシーンとかこの庶民の長屋の話のとかこういろんなイメージ湧く。あのイメージを沸かすっていうのは結構。 高度なな文化なんですね日本人ストーリーテラーでイメージを沸かせてそこでそれをイメージをしてみんな笑ってるわけですよ。これぐらい高度な文化文化明を持つ日日本本人これ多分世界でもだだけだと私思います、ねまあ私はずっとあの白人社会アメリカとかヨーロッパとかやってますけどもやっぱりストーリーテラーでこうやってその文化でそれがもう一つの なんていうのかなもう一つの文化になってるわけですね老でそういうなんか名人の方がいる落語も名人の方がいるわけですよねここまで極めたのが日本の文化なんですねですからもう一度今日まとめますねあなたがもし繊細だと思っている私がそうだったんですよ本当に25歳で介護貧乏で這い上がるまでは私も繊細であの内向的で 口下手だったでその私がこう買われたのはやっぱりあの時の介護貧乏ですから今皆さんがコロナ禍で困ってる皆さんはピンンチチはチャンスですねでその,かあの繊細な方が神メンタルを持つための3つの具体的な方法として1つは思いいっきり挫折を経験してくださいその今ふにゃふにゃ言ってるうちはまだまだあなた。 あのどん底じゃないです私みたいにも思いっきりどん底の挫折をすすれば V 字回復しますねそれから2番目はここにも書きましたが英語を年収1,000万円で英語を使いこなせる方っていうのは紙メンタル I want が使いこなせてるんですよ常に頭の中で「I want」何を私は欲しいのか逆に何が「I don't want」何を欲したいのかそれを常に心の中で分かってるわけですよ。 だから皆さんも繊細さんは「I want あなたは何を欲しいのかということを常に考えるこれが2番目3番目は日本人としての誇りそれで今ボビーさんも書いてくださいましたが浪曲「左陣五郎の竹の水仙」。 これはぜひ今日おすすめです。めでスマホにダウンロードして通勤の中とか会社でも何か言われて心が折れた私繊細っていうのであれば、はい、竹の推薦ちょっと聞いてみてくださいでそこであの状況をイメージするこのイメージすると繊細さんを抜け出れると思いますよあの。本当に私たちのような年収1,000万円以上の人間っていうのはその辺がすごいできるんですよ。 頭の切り替えとかだから英語も使いこなせるわけですねで紙メンタル持っている、はい、今日はこのように具体的な繊細のあなたに対する紙メンタルの持ち方3つご説明しましたもしこれあの役に立ったと思ったら後でこれちゃんと YouTube に上げておきますので。 チャンネル登録よろしくお願いします。本当にもうボビーさん、いつもいつもありがとうございます。もうゆうこちゃんとかありがとうございます。今日はるみちゃんも聞いてくださってありがとうございます。はい、じゃ、あ皆さんそういうことです。また、次回この英語上達シリーズ年収1000万円の人の英語上達シリーズ本業が同時通訳の私が言います。はい、じゃ、あそういうことで、皆さんまたね。ごきげんよう。ボビーさん、本当にありがとう。何回もいっぱいハートありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。